毎度フローターパイロットのひろぼうです。今回はリクエストお答え編でビッグバドみたいなのを作ってみてくださいっていうことなので、できるかどうかわからないですが作ってみたいと思います。こちらはオールドヘドンのビッグバドになります。かっこいいですね。そしてこっちはブラドコのビッグバドですね。こういう感じですね。こういった浮世絵タイプもおしゃれですね。そしてちょっとちっちゃめのバドです。昔はこうやってより音が鳴るようにって考えてやってましたね。懐かしいです。それではひろぼう作ります。こういう感じですね。今回はホームセンターで売っているヒノキ材30ミリを使ってみたいと思います。こういう感じでマーキングしました。それではここをノコギリでカットします。カットできたのでカンナで角を落としていきます。いい匂い。こういう感じでだいぶ丸に近づきました。今回はプロクソンミニウッドレース小型木工旋盤を使って削っていきたいと思います。感じです。こことここをノコギリで切ります。ノコギリで切れたので前とここをカッターナイフで整えます。そしてサンドペーパーで整えます。こういう感じでサンドペーパーで整いました。次にこういったものでセンターを出します。よいしょ、こうかな。よいしょ、こういう感じですね。そしてこっちの先端かなと思うところにマーキングして、先ほどのここのセンターと真ん中かなと思うところをまっすぐにマスキングテープを貼りました。そして鉛筆でなぞります。はい、こういう感じでいいと思います。こういう感じでリップを取り付けるところを切っていきたいと思います。こんな感じかな。なんか行ってみよう。こういう感じでしょうか。これでいいと思います。そしてラインアイ、フックアイの位置をピンバイスの1ミリで穴を開けます。ラインアイ、フックアイの下穴も開きました。それでは頑張ってこういうような穴を開けてみたいと思います。まずは木工ドリルの5ミリで穴を開けて、同じように3つ開けて木工ドリルの10ミリでいきます。そしてルーターの先に丸いサンドペーパーのついたもので入れていきます。こういう感じで開きました。
それぐらいですね、大体。これぐらいか。よいしょ。そしてあとここにピンライスの1ミリで下穴を開けておきます。それではこの状態で一度長島さんのセルロースクリアでドブ付け1回行っておきたいと思います。ドブ付け乾燥中です。それでは今回はここまでにしたいと思います。ご視聴おおきに。